日銀の変化のない政策のため給与の7割はドルで不所し ETF に吸い込んでいますが2022年のアメリカ経済は昨年の引き締め策の影響とインフレからソフトランディング可能か危惧してますがいかがでしょうかう僕もでも1回リセッションあるんじゃないかなと思ってるんですよねアメリカが実際消費もあの割と旺盛でそれなりに持ち直すだろうというのは僕も信じてますただ あのアメリカがどこかでリセッションを望んでいるのではないかという気がするぞ。これすごい抽象的な話であのスピリチュアルな話も含まれるので聞き流してくださいずっと株価上がり続けて儲かった方がいいよねっていうのでいくとあの社会のシステムって色々な歪みが生まれるんですよねなので本来であれば潰れるべき企業が潰れないとかリセッションっていうのはあの、えー、と不景気ですね。 なので一回そのリセッションでバーンって下げてリセットしてでそこで空売りバーンってかけた方がある程度社会のバランス取れるよねという風に考える層っていうのがそれなりにアメリカには僕いるんじゃないかと思っててバランスを取るためにも一回ここからリセッション持ち込んだ方がいいよねっていう風に思う金持ちのミセス渡辺とかビッグ・フォーエール的な人たちっていうのが。 どっかのタイミングでリセッションを望んだ結果、リセッションになり、その後また元通りになって株価上がり続けるっていうのがあるんじゃないかな、今年中にって思ってるので、なので、あの僕、まだ NISA の枠、使ってないんですけどあの、アメリカの株価がバーンって下がった時に買おうかなと思ってるんで、早くアメリカの株価下がり、不景気になれと思ってますこれからの日本って、もう先進国じゃなくねっていう感じで、リスク分担を担にもした方がいいんじゃないかと言われました。外貨預金についいてどう思いますか 外貨預金でもいいんですけど、あのアメリカとかそのヨーロッパとか外国の株式に投資をするのも実質的な一種なので、その資産をある程度外国に持つという風なのはやっといた方がいいんじゃないかなと思うんですよね。日本が落ちてった場合に日本円の定期預金とか日本株しかありませんっていう時に日本全体がものすげえ安になりましたっていうと割と困る。 積んでしまう,っていうんで1ドル150円ぐらいになった時にそのあの燃料費高いよねとかインフレまずいよねっていうのはあの状態がもう一回来てしまう可能性があるのでなのであの外貨で持ってるとその円安になった時でも例えばじゃあ1ドル140円が1ドル150円になりましたっていうのだとそのあの輸入するものは高くなるから物価高いよねなんですけどでも140円が150円になってるのでまあ10円分だけ何もしなくて渡航するっていう状態になるのでその為替リスクを負わなくていいという意味でも。 あの日本の資産だけじゃなくて、海外の資産を持ってる方がもうが、資産がある人は安全じゃないかなと思います。効率性のみを考慮したとき、G7 にロ・チ目を加えは経済的に各国が富むというのが、無理であるというふうに考えておすグローバル経済になってしまったせいで、いろんなものがいろんな国に入って、みんなが同じものを欲しがってしまっているので、南北間の格差というのは、どんどん少なくなっているんですよ。 世界がひもじくなってるよねって言い方をする人多いんですけど、先進国はひもじくなっています。その代わり、そのアフリカだったりとか、その東南アジアだったり、第三諸国と言われてる先進国ではなかったところというのは、めちゃめちゃ成長しています。昔はじゃあ電話線とかがあって、ADSL があって、なんかインターネットみたいな時代が、そのアフリカとかはいきなり携帯電話で 5G でつなぎますみたいな。なので、いきなりアフリカ人が IT で儲けますみたいになっちゃったんですよね。 もとその IT とかで設けようと思うんだったら、そのなんか電話線を引いて、プロバイダーがあって、みたいな、そのインフラっていうのがないとできないよねっていう時代だったのに、インフラなんかなくてもいいっすよ。優秀したら全然稼げますよ。ネットサイズがないと大丈夫ですっていうのが、世界中でできてしまって。で、まあ、日本ではそんなんないですけど、その英語圏だと、アフリカだったり、そのなんか、あの、中東の方から、あの、オレオレ詐欺みたいなのが英語できたりするんですよ。 あと、その、あの、ランサムウェアって言われる、なんか、あなたの会社のデータを全て暗号化しました。お金を払わないとその暗号を解くことはできませんよ、みたいなウイルスバンバン送って、で、大体そういうの専門家に相談すると、あの、犯人捕まの難しいからお金払った方がいいっすよって言われちゃうんですよ。なので、そのハッキング能力がある人っていうのは、それで金稼げるっていうのが世界中誰でもできちゃうんですよね。頭が良ければ。 なので、その、割と発展途上国というのはすごく伸びていますと。発展途上国が伸びて、その分先進国の優秀ではない人というのが金を稼げなくなったので、で、先進国って言っても、みんながみんな優秀だから先進国なわけではなく、だいたいごく一部優秀な人がいるんですけど、それ以外にとって別にあの、アフリカに住んでる人と変わらなかったりするんですよ、日本に住んでる人の能力値も。 たまたまその先進国に住んでるからなんか恵まれてて、俺優秀なんじゃねと思ってた人が、人間としては別になんか発展途上国の人間と能力そんなに変わらんよねっていう人が、まあ、収入としても発展途上国の人と変わんぐらいの収入しかないよね。まあ、例えばそのタオルを作るという仕事が、日本でやっても中国でやってもアフリカでやっても出来上がるタオルの品質はほとんど変わんないんですよ。 そのなんかめちゃめちゃ丁寧にやって1万円のタオルでエースとかだったら別なんですけど、じゃあ1万200円でエースみたいなタオルであれば、別に誰が作っても出してかんないから、誰のでもいいよっていう感じになってしまうので、誰のでもいいんだったら、アフリカ人と同じ給料でもいいよねということになってしまうんですよね。ただ、アフリカ人と同じ給料で先進国としては暮らすことはできないので、家賃だったら物価が高いので、なので結果として生活が苦しくなるよねっていうのは先進国で起きているっていう話なので、各国が飛ぶというのは、今現在も先進国以外は起きています。 ただ、先進国の一般の人たちというのが辛いよねという状況は今後も変わらないと思います。お金持ちと貧乏人の差が広がってます。お金持ちの人は別に江ノ島だろうと秋葉原だろうと銀座だろうといろんなところにいてお客さんがいっぱいいて儲かってます。ただ、そういう繁華街に行くことができない貧乏な人というのがいっぱいいます。で、お金持ちの家の子供の高校生というのは、あの、江ノ島だったり、なんか浅草だっ,かかだったりとか、なんか豊島園だったりとか、神社だったりとかにもいっぱいいます。 お金持ってる人たちがいろいろ目につくからこの国は豊かであるというのは実は間違いで、反対はどの国行っても豊かな人が集まってそれなりに賑わってます。アフリカでもね。貧乏な人がどれぐらい貧乏なのかっていうことでその国の経済が回ってるかどうかっていうのを見るべきで、その繁華街とかお金持ちを見てその国の経済が回ってるかどうかを見るっていうのは間違いなんじゃないかなと思います。 政治家の人が、その、日本がうまくいってるというふうに思いがちで、って、政治家の人って周りは政治家だし、で、政治家に寄付するような人に会うんですよ。なので、講演会だったりとかって、それなりに経営がうまくいってる人なんですよ。要はその、経営うまくいかなかったら、政治家の支援なんかやる暇ないからね。 自分の周りにいる人はそれなりに回ってるから、あ、日本はうまくいってるんだって思いがちなんですよ。なので、自分を支援する人以外の人に目を向けられるかどうかっていうのが結構大事で、で、政治家を支援できるような人って、基本金持ちが暇な人なんですよ。ボランティアに手伝いますって言ってる人って、働かなくても生活できる余裕のある人なんですよ、ボランティアができるって。 仕事二つ掛け持ちして借金返してますみたいな人だと、政治家のボランティアをするような暇すらないんですよ。どれだけ自分と関係ない人を見ることができて、関係ない人を助けようと思えるかどうかっていうのが、割と政治家にとって重要なんですけど、ただ、残念ながら、あの、政治家のボランティアもできないぐらい貧乏な人は投票に行く暇もありません。 本当に貧しくて忙しくて大変な人がいくら幸せになるような政策をやったとしても残念ながら東京には来てくれません。<laughs> なので、うん、貧乏な人はより貧乏だものはずっときついままっていうのが日本の構造なんじゃないかなと思います。日本の経済状態に良い点もあると思いますか長期的には日本の商品を海外の人がどれぐらい買ってくれるかというのでその日本の経済がうまく回るかどうかが決まるんですよね。 トヨタがすげえ急落してましたけど、まあ、結局、日本って結構トヨタ一本足だほうなとこあるんですよね。トヨタだったり、まあ、三菱商事だったりとか、その日本の会社がどれぐらい利益を上げるかっていうところにかかってるので、そう考えると、なかなか厳しいんじゃないかなと思いますけど、世界の経済のトップランナーである必要はなくて、例えばそのスペインとかイギリスとかって楽しく暮らしてるわけですよ。 なので別にあの飯もうまいし治安もいいし楽しく暮らしますっていうところであれば日本は何の問題もないので経済立国経済大国とか他の国に経済で勝つんだみたいなことを考えなければいいんじゃないかなと思いますけど。